はじめ。はい、皆さんこんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。今回は今ゲーム実況などで大変話題になっているあの作品からこの殺人鬼をご紹介します。ということで今回ご紹介するのはこちら、ゲームデッドバイデイライトよりネンドロイドトラッパーです。イエーイ。こちらの商品は2020年1月に発売されました。ゲーム自体は2016年からパソコン版で配信され、その後 PS4、 そして最近では任天堂スイッチにも移植され、主にゲーム実況からじわりじわりと人気を集め、最近では多くの芸能人も扱う大きなタイトルになりましたね。僕自身 PS4 に移植されてからすぐ始めていたので、このデッドバイデイライトという作品は大好きなんですよ。中でもこのトラッパーというキャラクターはデッドバイデイライトを象徴するキャラクターなので、この商品が発売するということですぐに予約をしました。したんですがまだ開けてなかったので、今回こちらを開封してご紹介したいと思います。まずはパッケージから見ていきましょう。全体はこの暗い森をイメージしたデザインですね。右上にグッドスマイルカンパニー、そして左にはデッドバイデイライトのロゴが書いてあります。本体、武器、そして今回はね、罠がついていると。こちら写真、横はこんな風にナタを使ってサバイバー生存者を攻撃するキャラクターなんです。後ろ、このシーンよくありますね。自分の罠にかかっちゃうトラッパー。そして今回はこの釣り台がセットになっています。マスクを取ると素顔も見えるよってことで、うん、いや楽しみですね。ではパッケージを開けていきましょう。カッターを使うときは手を切らないように気をつけてください。それではいきます。トラッパーカモン、ダッシャイ。はい、1段目に本体、武器のナタ、そしてトラバサミ、交換用の足と腕のパーツですね。2段目にはいつもの支柱と台座、そして今回この釣り台、これはね他のネンドロイドのキャラクターに使用することができるということで楽しみですね。では早速取り出してじっくり見ていきましょう。まずは造形を見ていきましょう。ゲームの中ではひときわ大男の設定なんですが、ネンドロイドになるとちっちゃくてこのように可愛くなりますね。マスクの表面は木の筋のようなものがたくさん入っています。小さな穴で目が2つ、傷があったり、口元、このように歯があって顎のラインで切れているのも劇中通りですね。横はこのように針金のようなもので止められているんでしょうか。後ろ、頭部には毛はありませんが、このようにデコボコのモールドが入っています。マスクはここで外れますので、外してみるとこんな感じ。このうつろな目がいいですね。鼻から口にかけて縦に大きな傷があります。ほっぺたにも傷、横はもう耳を貫通する大きな傷があります。反対側にはおでこ、後ろはツルツル、なんか温泉まんじゅうみたい。体は素肌にオーバーオールを着ているという衣装ですね。真ん中のこちらのデザイン、うん、モールドがしっかり入っています。金具、両サイド非対称でつながっているんですね。腕や胸にも傷が多くあります。肩からトゲのような金属が飛び出しています。背中にもこのような金属が突き刺さっているデザインですね。背中も傷だらけ、腕は手首の方に向かって若干赤くなっていくようにグラデーションが入っています。足は左右非対称になっています。こちらの足の方がモールドが多く入っていますね。後ろはこんな感じ。靴の造形はありませんので、足の裏もこんな感じになっています。可動はどうでしょうか。頭部には特に何もついてないので360度よく曲がります。
首の前後も前、後ろ、結構上向けますね。腕は横には上がらず、前と後ろに360度、上腕の上でロール可動と手首にロール可動があります。体には胸、腰とも一切可動はありません。足は付け根だけ、横、前後、こんな感じですね。足首も特にありませんので、潔い可動スタイルですね。続いて、付属品をご紹介します。手足の交換パーツは4種類。右肘が曲がったタイプと、左腕の手のひらに突起がついたタイプ。左腕の肘が曲がったタイプ。右足の膝が曲がったタイプです。これらを使えば、このように自分の腕でナタの血を拭う姿や、トラップを持って生存者を探している姿、ナタを振り下ろして攻撃している姿も再現できます。最後はこちらの釣り台。これはこのゲームにはなくてはならないアイテムなんですよね。このフックにダウンした生存者をブスッと吊るして倒すわけです。なのでフックの先にはこのように赤い血のような塗装が入っています。こちらのフックの先端はこのように外すことができて、このジョイントを使うことでこのように他のネンドロイドの背中に刺して無残に吊るすことができるんです。ゲラルト、ごめん。付属品はこんな感じ。最後は同じネンドロイドのゲラルトと並べてみました。各ジョイントは同じ形なので、このように頭部の交換は可能です。ただ顔自体の大きさは見てわかる通り全然違うので、このマスクをゲラルトに被せることはできませんでした。また顔の表情パーツの交換も今回はできません。可動もゲラルトのように細かくは作られていませんが、そんなに大きなアクションを起こすキャラクターではないので、この象徴的なトラップや、この釣り台がついてるのが大きなポイントではないでしょうか。いやー、デッドバイデイライトファンの僕としては、今回も大満足です。というわけでいかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたこちらネンドロイドトラッパー。ゲーム内では無言でのしのし追いかけてくる怖いキャラなんですが、これだけ小さくなると愛らしく感じますよね。付属のこの釣り台もついて、他のネンドロイドはもちろん別のフィギュアと絡めてもゲームの世界を再現できる嬉しいアイテムになっていると思います。今年4周年を迎えたこのデッドバイデイライトはどんどんこれからも盛り上がっていきますからね、皆さん注目していてくださいよ。そしてこのトラッパーだけじゃなくて、キラーという殺人鬼、そしてサバイバーという生存者、キャラクターがねいっぱい出てますから、ネンドロイドにねたくさん他のキャラも出してもらえるとファンとしてはとっても嬉しいかなと思いました。今回もご視聴どうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。